皆さんこれね、前回ね、ゲットしたペローナ、我らがペローナっつめちゃめちゃ可愛いだろ。見てくれこの可愛さ、やべえな、このペローナの可愛さ、これこの髪、この髪型、やべえ、もうプライスでしょこのかっこよさ、やべえよこれマジで熱すぎる。ということで今回はね、別のペローナ見つけてゲットしてきたんだよ。別のペローナ、ちょっとこっちのペローナはちょっと下の方に置いとくかな、ここに、この辺に真ん中にドガンと置いとき、見てくれこのペローナの可愛さ、やべえかっけえ、鬼でしょこれ、クールビューティーペローナ。ということで今回のはね、ここにね、ザザン見てくれペローナ、見てくれペローナ、やばくね、スーパーワンピーススタイリング、あ、スーパーワンピーススタイリングだ、スーパーワンピーススタイリング、ワンピーススタイリングか、すがダブってワンピーススタイリング、ワンピーススタイリング、これス一応2つあんだよね。お、すげえなおい、見てくれみんな、このわお、ペローナやばすぎんだろこの可愛さ、見て、いやこれ神だね、これ神でしょこれ、見てこの可愛さ、このツインテ、このツインテの似合う可愛さ、やべえぞおい、クソ可愛いぞ、見てくれ。あとで白押しもあるみたい、でも白押しなかったんだよね、クソ、白押しも絶対ゲットしよう、白押とペローナだけかな、もっと他にもあればいいね、なんでボニーいないの、おいボニー頼むぜ、ボニーもちょっと作ってほしいな、これ見て、可愛すぎる、やべえだろペローナ、もうペローナね、完璧、もう完璧っす。すごいで、早速ね、開けようぜペローナ、ペローナ開けちゃおうぜ、開けたらちょっと開けよう、ちょっと待って、ペローナね、やべえ、いっちゃうかペローナ、いっちゃおうぜ、これどこから開けんだ、いや白押しも欲しいな、でも白押しなかったんだよね、ペローナ一つだけポンってあって、ペローナが余ってたのか、もしかしてやっぱ白押しの方が人気なのかな、待ってくれよペローナの方が可愛いだろ、まあ白押しも可愛いんだけどでかいからさ、ペローナがさ全然でかいじゃん、ちょっと開かねえな、ちょっと待って、これでスイヤ、セイントスイヤ、オッケー、セイントスイヤで、で箱を開けの、ついにペローナの封印が解かれます、やべえ、待ってガムついてんだけど、そしてガムである、できた、すげえ嬉しいんだけどなんでガムついてんの、そしてガムである、ギャム倉庫にね引っ越そう、すげえ、みんな見てくれ、愛しのペローナ、おい可愛すぎんなペローナ、ガチクソかい、ちょっと、おい、なんだなんかぶっ飛んだぞなんかぶっ飛んだぞ、みんな待って、おーほうほう、おーおー、ぶっ飛んだ、もういい、行ったら行ったらぶっ飛ばしたよ、すげえでけえ今回のでかいぞ、前回のこんなちっちゃかったのにね、ほらでかい、いやペローナ可愛いな、見てくれこの可愛さ、ペローナこっちもいいから、ペローナなんとこっちはね舌が出てるというペローナ、舌出しペローナ、我らがペローナが舌を出してるとね、あっかんべーしてると最強、すげえみんな見てくれすげえ、へそ見てくれ、へそ、ペローナさんもへそ、ちょ待って、やべえだろこれ、おいクオリティ高すぎんだろ、ちょ待ってくれこれ、ザ・ペローナ、ザ・ペローナやべえ、ちょっと待ってくれこれやべえ、なんか髪がね途中からクリアになってる、ほら髪の毛、おすっげえな、めっちゃクオリティ高えわペローナ、髪がすげえいい、おいすげえぞおいペローナ、このボインペローナやべえな、おガチクソかわいいなペローナ、すごい、ちょっと立たしてみっか、スタンドにちょっと立たして、どうやって立たせんだろう、ちょっと待って、これ棒刺すのかな、どっかに、この棒をどっかに多分刺すの、あれ刺さないのこれ、ちょい待ってくれペローナ、ペローナちょっと待ってくれ、俺のレベルじゃ分かんねえぞ、ちょっと待ってくれ、待ってくれよ、まあ予想でしょこんなものは、説明書なんてね見ちゃうよ俺、説明書入ってないんだこれ、自分で考えて立てろと、ほうほうちょっと待ってくれ分かんねえ、ちょっと待ってよ、
やまあこういうの大体ねなんとなくで分かるでしょ、なんとなくでこんなものは分かるから、きっとこれはねこうだと思うんだよね。でこれ多分こうでしょ、多分絶対。おーでかい、今回のでかいぞ、なんかほらすげえかわいい。でなんか説明書とかないんだね、これね。自分の想像で組み立てろと。まあね、これペローナへの愛を示すあれだよな、ペローナへの愛を示すための試練だと思えばと思ったら説明書が入っていたんだよね。この説明書が入っていたんだよね。待ってくれ、これ絶対見ないと分かんねえって。あ、傘に刺すんだ。傘に刺して右足、ほう、オッケー。まあ俺並みになってくるとこんな見ないでも分かんないけど、まあ一応見た方がいいかなみたいな。見ないと分かんないです。あ、わかった、これ傘ね。はい、これ傘に行って、まず傘を持たせようぜ、ペロさんに。うわ、ピアローナ、かわいいな、おい。あ、まずね、このね、このかわいらしい、最高にかわいいペローナに、こう、傘を持たせるわけよ、こう。こうね、傘を持たして、こう、傘をぶっ刺すじゃん、こうね。こうやり、そしてかわいいっていうね。これ可愛すぎんだろ、ペローナ。これ見てみんな、この可愛さ。これ宇宙で一番可愛いだろ、ペローナ。もうペローナ神ってるから。あれ、あとこれか。これをつけ。ちょっと待ってね。これをつけ。あー、やべえ、ペローナ可愛すぎるわ。いや、白牛も可愛いんだけど、でかいじゃん。でかいからさ、一緒に観覧車とか乗れねえじゃん、でかいから。あ、まあ特大の観覧車があればまあ行けっけど、ちょっとでけえからさ、白牛ちゃんでかいからめっちゃめちゃ可愛いんだけどね。すっげえ可愛い。これ何、これ傘、あ、傘の支えなんだこれね。はい。でこの穴に足をつけるっていう。ザザ、いやこれめっちゃクオリティ高いよ、マジで。ブーツとかマジガチだ、ガチのやつだ。ちょ、待ってくれ、みんな待ってくれ。ペイント剥がれてんだけど、足のブーツのペイント剥がれてんだけど、一部。これはなんだ、このね、見て、このブーツのところのペイントが剥がれてるっていう、ここ、この奇跡はなんだ。ほら、まあね、まあまあまあ、こんなこともあるさ。ペイント剥がれてんだけど、ちょっと待ってくれ待ってくれ、ペイントが剥がれてるぞ、ペローナ様の足のところの。待ってくれ、頼むよ、マジか。いやでもしょうがない。てかこれでいいじゃん、これでいいじゃん、ほらこれ立つよ十分。くっそ、これやべえ、みんな見てこのクオリティの高さ。あ、これガチのやつだわ、やべえ。前回ゲットしたペローナさ、すげえ嬉しかったんだけどさ、これ勝負になんねえかもしんねえ。いやこっちも確かに可愛いよ、すげえ。こっちもすごい可愛いの、俺すげえ好きなんだけど、見てくれ、このレベルの高さ見てくれ。いやこれやばいだろ、これペローナ、我らがペローナ、やべ、ガチクソ完璧だ、これかわいすぎる。ペローナ3人いるってね、このいいね、ペローナ。もっとでかいのないのかな、ペローナの。ちょっと探してみよう、こっち。もっとでかいやつ欲しいな、ペローナのさ、でかいフィギュア。これこの大きさでこのレベルじゃ、でかかったらマジクソやべえだろうな、これやべえ、ペローナ。あと白牛な、白牛もゲットしないとな、白牛もね大好きだから、うん、ゲットしないとね。こっちの白牛いいんだよね、ほら、白牛。いいね、ペローナ。つうことで今回はね、ペローナ、最強ペローナっつうことで、ね、ペローナゲットね。マジクソ可愛いや、みんなこれやばい、最強のツインテール、最強のツインテール、やばいね。いや、ペローナ黒髪したらもっと可愛いんだろうけどな。俺黒髪好きだからさ、ペローナ黒髪のツインテール、もうやばいでしょ、神でしょ、ペローナ。いや、ペローナやべえな。これ地毛がピンクなのかな、ペローナ、すげえな。地毛でピンクってね。そういえば白牛もピンクだよね、髪。ボニーもピンクだ。なんで可愛いやつみんな。待って、俺ピンクの髪が好きなのか、ただ単に。いや、そんなことない、そんなことないよな、ペローナ。俺お前が黒髪でも大好きだぜ、金髪でも。あ、金髪もやべえわ、ペローナ。つかペローナ何でもやべえわ、すげえ可愛いわ。つうことで今回はね、ペローナゲットで、俺の大好きな我らがペローナ。つうことでいいね、これ前回のもさ、すげえいいけど、
前回のもすげえいいけどさ、今回のやばくね、これやべえな、やくそかわいいな、ペローナマジで鬼だな、鬼だな。つうことで最後にペローナ一周して終わり。ペローナ一周いいね、見てくれこの可愛さ、ペローナのクオリティ高いんだけど、なんかね足のところこれ剥がれてるんだよねマジ泣きたくなった。まあ泣きたくなったけれども、まあこんなの分かんねえじゃん、別に分かんねえから大丈夫だ、大丈夫、気にすんな。まあ後で塗ろう、赤でね塗れば分かんねえ。強ない、今回はペローナゲットで、マジでクソ可愛い、うん、やばい。またね、この白星か、次は白星か、白星ゲットしていくんで、今度は白星でお会いしましょう。ということで、ペローナバイバイ。最高だね、ペローナね。やべえわ。ガチクソかわいい。